ブカティーニはシチリア発祥でイタリア中部地方、特にローマ周辺でよく用いられるパスタの一種である。ペルチャテッリと呼ばれることもある。スパゲッティよりもやや太く、直径3から6ミリメートルほどで、長さは25、30センチメートルくらいの中心に穴の開いた細長く硬いパスタである。デュラムセモリナこと水で作る。名前はイタリア語で穴を意味する。 ブーコに由来する。また、ブカートあるいは、ナポリ語のパーカートなどは、穴の開いたという意味である。茹で時間は9分ほどである。ブカティーニは、ラズヨ州全体、特にローマでよく用いられる。ロングパスタと穴の開いた、筒状のショートパスタそれぞれの長所を合わせ持っており、様々なソースと相性がよく、特にアマトリチャーナ等の、こってりした、重いソースや、パンチェッタ、 グアンチャーレ、野菜、チーズ、卵、アンチョビ、サーディンなどともよくアウトされている。類似するパスタとして、ズイーティがある。長くて穴の開いた棒のようなパスタで、滑らかな食感で、端はまっすぐ切られている。カットズイーティは小さなチューブ状に切られたズイーティである。ズイ糖にはズイーティの広いものである。ありがとうございます。